アフタートークでございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さゆかさんがね、はい、大人になった状態で初のドラマドン。大人になった状態で、はい、ありがとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ありがとうございます。二十歳ですから、この人も。はい、二十歳ですね。びっくりですよね。まあ我々一足先にね、もう大人になっている3人ですよ、うん、こう大人になったらこういうこと気をつけましょうみたいなのをさ、はい、まあ、せめてアドバイスでもできればなと思うんですけど、ぜひちょっと知りたいです。まだまだ初心者なので。そういうのないですか、大人になってこういうこと大変だったなみたいな。それこそその20歳になりたての時は、うん、お酒をまず覚えるじゃないですか、うん、はいはい、やっぱり最初ってペースとかわかんないから、うん、失敗とかもしたりするんですよ、うんうんうん、だからその辺ちょっと気をつけてほしいなと思うのと、でも逆に何回かちょっと失敗してペースを覚えていってほしいなっていうのはあるかもしれない、うん、経験を。ちょっとこう具合悪くなっちゃったりとか。僕はね、あの大人になって、あ、これってダメなんだってこう学習したことが、はい、居酒屋さんでね、うん、じゃもう好きなの頼みなみたいになって、はい、で僕じゃチャーハンと焼きそばとっつったら、うん、おいおいみたいに怒られてダメなんだって最初に米とか食ったら、みんな飲む時に意外とガッツリ炭水化物って締めだからみたいな。あ、そうなんだ。知らないよね。それは分からなかった。だから、ま、だからどこで求められる場所もとがあるよってことだけど、いや俺は別にいいと思ってる。私もそれでいい派だな。お腹空いてんだからさ、お店ついてる段階でさ食べたいじゃん、うん、でもなんか俺それ言われて、あ、ダメなんだって人が、そういう風に言う人がいるだけで、別に大きな人もいるけど、うん、まあまあでもそういう人がいるよっていうことは最近も一応覚えといてもいいですね、うん、ここでは伺うみたいな、ね、空中戦が、うん、お腹減ってますか、うん、みたいな質問から入る。チャーハンとか食べたいみたいなノリの人いたりしそういうやり方、ありますね。小室さんは大人になっての忠告みたいな。なんかお酒のことで言うと、うん、飲み方の話ばっかりになるけど、うん、お酒のこう、うん、継ぎ方とか、うん、なんかそう、お酌の仕方みたいなのを女性だったら余計になんかこう覚えてるとめっちゃ評価が上がると思う。これは今でも男女差別とかダメ時代だからこれ今ちょっと怪しいところ。そうかな、はい、女性だからお酌みたいなもう時代じゃないから、まあ、それはもう、うん、なんかだからやっぱお酒の場で一番必要なのは、あのダジャレ合戦始まりますから親父たちは。その時にではお酒に失礼しますとか、なんかそういうのが始まっちゃうから、そこに打ち返していけるだけのダジャレ瞬発力はあった方がないよりはいいかもしれないなとは思いますよ。ちょっとじゃあトレーニングという意味でも、おのというダジャレでちょっといきましょうか。おのを使ってダジャレいきましょうよ。おのが、うん、おのを持った。うわ、しょうもない。必死なのまでよこそ。意外な。すげえ。これでいいの。これでいいの。全然いいの。これが大人です。すげえ。なりました。大人になりました。一点も迷いがなかった。ちょっとこうね、ちょっと肘つけるね。こんな感じでちょっと飲み行きましょう。そうですね、乾杯しましょう。土曜はどんは毎週土曜日の夜7時30分から放送してます。よろしくどうぞ。